続いて4つ目のフレーズカメラを回しながらお話を伺ってもいいですか？はい、えー、このフレーズですね。あの実は先日のロケでえっ、ー、と私がロケに行った時はカメラを最初から出してなかったんですね。で、マイクもなかったからえっ、ー、と日本のテレビなんですけど。とか今あのインタビューしててで。 カメラ回してもいろいろ聞く必要があったんですけども、えー、と別ロケの日、あのー、私が同行しなかった、えー、同じロケ同じテーマのロケでは、えー、とタレントさんが最初からマイクを持ってでカメラマンさんもいてっていうロケだったみたいなので、まあ、そもそもその場面だったらこれ多分必要なかったんですけども、えー、と私の時はちょっとこれが必要だったんですね。

Can I tell、you? あなたに伝えてもいいですかカメラでなのでえっ、ー、とちょっとこう方向が違う感じになりますね自分たち発信しかも手段としてカメラを使うっていうちょっと、えー、変わってくるかなと思います May I ask the story while turning the camera? Turning the camera!、うんえー、とおそらくこのカメラを回すっていう えーこの日本語を「回す」に対応する英語として「turn」を選択いただいたかなと思うんですが「turn」はですねもう本当にこの,このイメージですねこの「回す回す回す」のイメージなので turning the camera になるともう本当文字通りえカメラこれがカメラだとしたら私がカメラを まあこうなのかそれかなんかこういう皿回しみたいにカメラを回すのかそんなことできませんけどねえー、と私がカメラをこう回すので「その間あなたのお話あの伺ってもいいですか?」というちょっと違うイメージになります。はい、あの turn といえば turn on とか turn off はですねよく使いますよね。 えー、トゥーンオンはこうグググッとこう、あのー、こう回す式の電源とかでこうクッと回してカチッと電源をオンにするで逆クッと回してカチッと電源をオフにするっていうで、あのー、別にこう回す式の電源ではなくて普通の,あの電気とかパチパチっていうあの電気ですね。パパパチのパチチのっていう電気 にもあの使います turn on, turn off. まあでもカメラを回すの時きはトゥーニングのすぐ後ろに回すものを持ってくるともう本当にこれがカメラだったら回している感じになるのでちょっと違いますねはい次ですね、えー、Can we take your picture while we are i n t e r v i e w i n Ah take your picture カシャーのちょっと写真のイメージですかね ん、hmm. ?Would you mind if I hear you with taking a video? ちょっとヒアリングな感じで書いていただいたのかな ?Is it alright if we talk to you with camera?May I ask the story on c a m e r a o on camera という、ON という前置が出てきました。これ後でちょっとお話しします。 Can I interview on rolling the camera? Can I talk that during the shoot? Would you mind if I talk to you while rolling the camera? Can I listen to your story while turning the camera? May I ask you some questions? Turning the camera. Mm hmm. Turning the camera. まとは turn. なんか向きを変えるとかでも。

えー、あなたに話してこう話しかけていいですかみたいな感じですね Is TV camera okay? あーこれすっごくいいかもしれないですね Is TV camera okay? あーこれすごいいいなちょっと今度から使わせていただきたいですねあの B 動詞のもう本当に一番シンプルな疑問形のパターンですね May I speak to you on camera? ま、うん、またたが出てきましたね、はいえー、この今ご紹介していったフレーズが集まったんですが、えー、私は何と言っていたかというと実はですね、えー、しっかりセンテンスは使わずに「あのー、can we interview?」とか言ったあとで「with camera?」この2語でだからの英語としてはきれいではないというか正しくはないんですが「えー、with camera?」 あの要素を付け足すような感じで、えー、とインタビューさせていただいてもいいですかあのカメラでみたいな感じでですね言ってしまっていたんですがでこれで合ってると思ってたんですけども with camera これが違ったらしいんですね何が違ったかというと with が違ったんです、えー、正解はですねこれちょっとネイティブの友人に聞いた時のものが。 出てきでこれねんで on なのかっていうとこ,れうあこの間の動画でもちらっとこの画面出しましたが If it's alright with you, would you mind me asking you some questions on camera? If it's a l right with you, would you mind me asking you some questions on camera? はい q u e s t i o n on camera on なんですねで、えーと、これですねちょっと with じゃなくて on だったのかと思って今一度 with と on の違い調べ直したところ、えー、分かったんですが with の後にはですね具体的な手段とか えーまあ、簡単に言うと道具がが来ることが多いんです、ね、なので「えー、With This Camera」だったら OK だったんですけどもとにかくカメラであなたを撮っていいかどうかでそのカメラっていうのは、えー、とこのカメラっていう限定した感じでこっちは言いたいんじゃなくてとにかくそのカメラ、まあ、あので。 人を撮るっていうことをそのあなたに対してやっていいのかどうかっていうことを尋ねてたのでカメラをを回しながらお話をかかってもいいですかこの場合オンカメラの方が適してるんですけども、えー、ともしそのカメラがですねとても特殊なカメラでなんかうーんカ,メラカメラで例えるとちょっと伝わりづらいかもしれないんですが、えー、ともうこのカメラ この今日もうこんな特別なちょっとね、えー、とすっごいこれドアップであなたが映ってしまうんですけどももう本当に顔の毛穴とか全部映るすごい最新鋭のカメラなんです。これでであなたを撮ってもいいですかと言いたい場合は with this camera. こういう場合はですね「with this camera、え」ー「with」の後ろにこの具体的な この道具であなたたを撮りたいっていうこの道具っていうのが来るので「With」が使えるんですけども、えー、とカメラで撮るということ自体をやっていいですかっていうあの別にこの,このカメラとかしかもその私が聞いてた時はまだカメラ出してなかったんですね。なのでカメラ今日実はテレビ局なのでカメラがあるんですけども、えー、とカメラでそのテレビカメラで撮ってもいいですか といいうことを伺たたかったので on camera で使うのが、えー、適していたんですけどもこのもう本当にもうね最新のもう今めちゃくちゃ話題のねこのすごいカメラ今日持ってきたんでちょっとこれで撮ってもいいですかね ?WiththisCamera。 カメラで撮影とかさせていただいてもいいですか映像を撮らせていただいても大丈夫ですか on camera この違いがあるんですねでは最後のフレーズです放送の同意書にサインをお願いしますはい、えー、放送同意書サインお願いしますまあ、いくつかキーワードがありますがでは皆さんから集まったフレーズからご紹介していきます at last please agreement broadcasting the sign on the agreement of broadcasting.、うん、あこの「Atlas」t っていうのは私がカッコで最後にっていうあのこのフレーズを最後にあの言ってたのでっていうのでつけていただいたんですが「Please sign the consent form for broadcasting」いいですね「consent form」はい「えー、consent」これキーワードとして出てきますね、えー、同意承諾という意味ですで ココンセンンンセセトトといえば、まあコンセントえー、日本で使っているこの、えー、こういうこの電源ですね電源指すところこのコンセントは英語では実はコンセントコンセントではなくてアウトレットと言いますアウトレットこの電源の方はアウトレットでコンセントになると同意承諾になるんですね、えー、とこのお話ですねちょうど 私の本ですね、えー、ユッキーの「今すぐ英会話ノート」にもシーンチャプ ter2 いや3かなシーン29、えー、のページにページ140ページですねにこの和製英語の誤った意味に気をつけようっていうのでコンセント コンセントになると承諾同意だからで使いましょう、まあ他にもこのページには「ベビーカートレーナーパーカーフリーサイズアンケートテンション高い恋人」っていうのを載せてるんですけどもで、まあ、前のページに、ねえー、とこういうふうに訳すとちょっとなんか運動会練習かな。あこれお祭りの練習お祭りですねお祭りの上の音が入ってきた。 はいえーまあ、こんなあのカタカナ英語とか、えー、ちょっとネイティブに正されがちな、えー、英語表現なんかも入っていますがとにかく「consent」は同意承諾なので、えー、この時も「consentForm」はですねすごく使いましたはい続けます「i n l a s t would you sign to this application if you accept to broadcast this film? Mm. Finally, please make a signature for confirmation form of broadcasting. Finally, could you please sign in the consent to the broadcast? Mm. Broadcast! Uh, would you give us your signature here? You were showing the letter of consent. Ah,これ. letter of consent of コンセントのそのレター同意書ですね同意の手紙を見せながら Would you give us your signature here?、うん、これすごいなんかいい英語ですね。Can I have your sign in the consent form?、うん、これも絶対通じると思います。In the end, this is a consent form. ああ、This is a consent form. でもこう見せるみたいな。Could you please sign here? could you please sign here could you please sign broadcasts of the agreement please sign if you can broadcast for the USD mm, broadcast just the, just for the sake of formal formality ah, just for the sake of formality would you please sign the broadcast agreement before airline, airing the show? Hmm. Please sign this consent form. Could you sign the consent to broadcast this interview by television? Finally, please, hot thanks sign. Lastly, I need to have your signature, the consent form of broadcast. Please sign this agreement document of broadcasting this interview. Could you please sign in broadcasting agreement? Last interview broadcast to consent, please. はい、ありがとうございましたもう。たくさん送っていただきましたね。はい、で、皆さんこういろいろ文の組み方とか、えー、異なっていたんですが、共通して broadcast とかあとは consent とか sign っていう あととととはフォームとかタッとかレ出てきてきたと思います私はどう言ってたかというと、えー、インタビュー終わってですね「ありがとうございましたもうこれでバッチリです」みたいなことを言うと皆さん「あじゃあねバ,バイバイサンキュー」とか言ってそのまま行かれようとするので「あちょちょちょ,ちょ,ち,ょちょっと待ってください」あえー「あえっとここにサインが欲しいんです」「We'd like to have you sign here and for the consent」っていうふうに言ってました。 えこう私たちまあその私とあとは a ーさんとかですねが「サインがちょっとねサインをいただきたいんですここに」でもこう出しながら「ここにサインをいただきたいんです同意として承諾として」で言ってたんですけども。 えとそれでですね通じれましたね。でこのフレーズだけちょっとネイティブにですね確認しそびれたんですね。なので、えー、自分なりにちょっといろいろインターネットでも調べてみたらやっぱり「Please sign your name on this agreement」とか「Please sign here」とか「Sign your name」まあなたの名前書いてほしい時は「Your name and your name」 Email Address とかですね、えー、いろいろありましたね、えー、そんな感じで5つフレーズご紹介していきましたね日本のテレビなんですけどインタビューしてもいいですかなぜ日本にカメラを回しながらお話を伺ってもいいですか放送の同意書にサインをお願いしますこの5つ、えー、ご紹介していきましたが最後にあと1個、えー、ちょっとおまけで えー、紹介しして終わりにしたいいと思いますす、えー、これはですねそのテレビの企画が、えー、東京の,あの上野のアメ横ですねアメ横で外国人は一体何をお買い物してるのっていうのをこうあのその疑問をこう解き明かすっていう企画だったのでアメ、えー、横の,そのちょっとアメ横の一本隣で のそのストトリートだったんですけどもそこでインタビューをしたんですがえそこでちょっとお買い物袋を持ってるあの海外の方を捕まえて「今日何か買われました?」とか「私たち今こういう今日何かあったの?」っていうインタビューをしてるんですけどもっていうようなあのことを聞くフレーズっていうのがあったんですけどもそれがですねまたこれどう話しかけようかなと思っていきなり。 だってテレビ局って見てわから見られてわからないのになんかいきなりこう人がパパパってきてなんか買いましたとか言われてもそんなの怪しむじゃないですか。なんでどうやって伝えようかなと思ってですね普通に多分何か今日お買い物あの日本のテレビなんですけど何か今日お買い物されましたってこの二言目にそれを持ってくると絶対。 えってなるななと思ったんですねなのでちょっと,、えー、と説明を工夫する必要があるなと思って私はですねえっ、ー、とねどう言ってたかなあったはい <Hi, S 1> えっとその「so、We are Japanese TV」っていう、まあ、間違えてたので、ね「We are Japanese TV and having a research of the p r o d u c t that you bought today on the street? Did you get something today?」 んんな感じでで言ってたんですが、ね、リサーチとかも絶対違うんだろうなと思いつつリサーチっていうともうすっごいあのなんかもう調査、ね、リサーチも論文とかのためにこうたくさん文献読んでみたいなそんなイメージがきっとあるだろうなと思ったのでもうリサーチって絶対こういう時使わない英語なんだろうなと思ってたんですけどももうあの何人か出すしかなかったので、えー、この「 we are having a research of the products この products っていうのもねなんか怪しいですよね products that you bought today on the street、まあ、今日あなたがここの通りで買ったその製品、うん、のリサーチをしていますなんか偉い人たちだみたいな感じで伝わりますけどもねで、did you get something today? その後に今日何かゲットね、買われましたか っていうのを付け加えてたんですがこれネイティブにこういうのもどうやって伝えるっていうふうに聞いたらちょっとびっくりしたのがとってもシンプルな単語を使ってですねわかりやすく言ってましたね Hi, we run a Japanese news my Japanese TV show and we are going around checking out what things people are buying Did you get anything today? 何かか買いままししたか、right、with you, you に映ってしまってても OK です,か、うん、すごいこの難しい単語使ってないのになんかすごくこの「going around」とかもね絶対思いつかないなと思って。 えー、ちょっとこのやっぱり自分まだまだだなと思ってしまったんですが、はいえー、今回はこの動画ちょっと、えー、いつもとは違ってレッスンスタイルでお届けしましたが今後もいろんな動画配信続けていきたいと思いますそれではまたお会いしましょう、えー、見ていただいた皆さんありがとうございました See you later see you very soon maybe Bye bye.